コツコツミキチャンネル、今日はみんなからの質問に答えながら、ででん、このコアラのマーチのお菓子の家を作っていきたいと思います。イエーイ。すごくないですか？これ知ってました？皆さん、お菓子の家作るの夢じゃなかったですか？私だけかな。作っていきます。ででん、普通にお菓子なんだけど。セット内容、コアラのマーチ一箱、でん、トッポ一箱、フランキーウェハース、これか、2枚、ガーナミルクチョコが2つですね。背景のシートかわいいということで、早速作っていきたいと思います。お湯を準備してもらったので、まずはチョコを湯煎します。お湯の上にボウル乗せてチョコを開けます。作業をしながら皆さんの質問を答えるのか、答えていただければ。1問目です。はい。ダンス動画撮るとき、はい、どのくらいの時間で覚えてますか？なんか結構時間かかるんですけど、すごく集中したら多分1時間半とかでフル覚えられるはずなんですけど、途中でちょっと嫌になっちゃう時期が私には来るので、だいたい2日間ぐらいで覚えてます。覚えるのが一番嫌いな作業で、私はサビだけとかだったら30分とかかなです。あとそのグループとかだと、例えば5人グループだったら5人のそれぞれの動きっていうのがあって、それをどう1人の動きに落とし込むかみたいな感じで、そこが立ち位置とかも1人だから別にこれは動かなくていいなとか、そういうのを考えつつやるとちょっと時間かかります。そんな感じです。2つ目の質問いいですか？はい。最近よく聴いてる曲はある？歌って答えてだそうです。お、最近よく聴いてる曲はですね歌って答えるのか。うっせぇうっせぇうっせぇわです。アドさん、もうあれがなんかハマっちゃってすごいインパクト強いじゃないですか。私テレビとかでも、あと TikTok とかでもすっごい流れてきて、耳に残りすぎてハマっちゃいました。歌ったら、まあ歌ってみようかな。なんかミキの声でのうっせーわだよどういうミキバージョンになるとどうなるのか。なんか笑っちゃいそう。なんか最初のはーっていうのがさ難しいじゃん。なんかボイトレの先生もあの曲はすごい難しいって言ってたから、難しいんですよあの曲。あとあれもヨルシカさんの 花泥棒だっけ。さらに僕らも息も忘れてさよなら目指僕ってやつ、高音のとこがいい。なんかサビ前にこう伴奏がじゃんじゃ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 んって盛り上がってて、それが最高。次はこのフランキーウェハースを切っていきます。この説明書に書いてある 2.5 センチとか、この定規に合わせて切ったらいいんだと思う。 3.5 センチで1回切ればいいな。やばい。おし、 2.5は半分だから、あ、いけ、よしよしよし。この斜めのは適当ってこと？半分でやればいいのか。あ、いいんだ、このからちょっと違う。まあいいか。ミニミニ家サイズ
です。難しいな、はい、大人がいないと。そうね、お子さんはちょっと難しいかも。大体でいいんですけどね。それかこれをこう移植するか。いいよ、イエイ、綺麗に。でで家これでウエハースは OK で、トッポとかさ、うん、絶対食べちゃうじゃん、ね、全部使うのかな。食べたいどこの部分になるの。外壁外壁トッポを切ってもらいながら、はい、3つ目の質問です。はい、何でもいいから食べ放題対決するってなったら何の食べ放題なら勝てそうですか。私はホタテか甘エビなら勝てそう。なんだろう、アイス。お腹壊しそうだよね。自分は限界まで何個アイスを食べれるのかやりたい、いつか。食べ放題か。だ、途中でなんかしょっぱいものを挟んでいいっていうルールだったらアイスでいけると思う。私は一旦おせんべい食べますみたいな感じだったらアイスです。じゃあ今度やる。お、やるか。トッポ6本を半分に割りました。2本ぐらいいやなんかむずいな、算数みたい。5センチ、4センチ、あ、なるほど、 12.5 だったから。あー、すごい、算数みたい。できた、算できた。だって 12.5 を5センチ、4センチ、3センチってしたら12センチか、12センチだからぴったりぐらい。あ、部品揃いました。オッケー、組み立てる。溶かしたチョコをちょっと氷水につけといて冷やします。26度から27度ぐらいまでに温度を下げます。一旦氷水へこのチョコは移動します。冷めたかな。あ、だいぶ冷たい。あ、あ、もう、あ、やばいやばいやばい、重なっちゃった。やばい、ちょっと冷やしすぎたんで、もう一回お湯にこんなすぐ固まるっけ、チョコって。やば、やばい、あ、溶けてきた。今いい感じぐらいの温度になりました。なんで組み立てていきます。一番沈黙しそうな作業なので、はい、質問をもう一つ歌ってみたの中で一番大変だったのはどの曲ですか。YOASOBIさんの曲ですかね。やっぱり夜にかけると怪物です。 YOASOBIさんの曲は基本的に全部難しくてだいぶ大変でした。テンポが速いし音程も高かったり低かったり幅がすごいあるので意識しながら歌いました。怪物のさ、はい、終わってからのさ、あのおまけあるじゃん。あった、あれもちょっと嫌だった私的にはもういらんと思ってあ、いい香りする。チョコレートの甘い。めっちゃさ、壁曲がってんだけど。外壁作ってます。外壁が曲がる。でもこういうの好き、こういう作業。図工みたい。図工得意だったの？得意だった。私、なんか自分で描く絵は下手なんですけど、うん、人の絵を真似する絵は割とうまく描けるんですよ。模写？模写、模写。なんかね、ピカソの絵を模写しましょうみたいな授業があって、
なんか賞もらった。嘘。ドヤってしてた。ドヤ。次の質問です。はい。仕事とプライベートでやってみたいことは不可能なことでもか。なんだろうな。いや、まず仕事は結構最初の頃に質問コーナーとかでも話してた気がしますけど、はい、確かに今一番したい仕事、したい仕事、とりあえず歌いたいみたいなあとはじゃあ前の質問の時に言ったのは確かナレーションがしたいって言ったんですけど、仕事とプライベートでやってみたいことはですよね、職業体験したい何の職業ですか？なんか何でもいいんですけど、パティシエとかやりたいし、普通にコンビニのアルバイトとか、難しそうじゃないですか。でも絶対大変だと思います、コンビニの店員さん。そうそうそう、まずなんか言葉遣いが大変じゃないですか。そうそうそう、それ教わってやっていく感じで、これで一旦冷やす、今一旦冷蔵庫に入れて表面のチョコとかが固まったので、これをさらに組み立てて最終形態にしていきます。もうお皿の上に床用のチョコを置いて、その上でこう家を建てていくって感じですね。チョコをね周りにつけていくスタイルというか、はじめ昔の家でこんな苦戦してるってことは、本物の家はめっちゃ大変ですね当たり前だけど、と比べますもう私一生無理です。じゃあ次の質問いきますね。はい。最近癒されたエピソードは？これはですね、ツイッターのトレンドにコーギーって入ってて、なんだと思ってみたら、なんかコーギーの写真がいっぱい、でコーギーのお尻を上げてる人がいたんで、私保存しましためっちゃ可愛かったから。お尻好きだよね。私の待ち受け今コーギーのお尻なんですけど、新たなお尻が追加された。窓をつけ忘れてて、窓つけます、壁に。かわいい、なんかできてきましたね。できてきた。中に入れるの？先にこれを入れればよかったんだ。ちょっと壁をね広げます。入る？無理やり入れた。いいか。入った入った。屋根と煙突と入り口みたいなのをつけたら OK です。隙間できてるもん。欠陥住宅？欠陥住宅？手抜き公園。完全に。あの外壁と外壁の間に。隙間ありますよねっていう家。次の質問です。はい。よく買う洋服のブランドは？最近はラグアジェムっていうところのワンピースとかそうなんですけど、可愛くてよく買ってます。ちょっと大人っぽい感じですよね今日も。そうですね。なんか大人っぽいのが好きです。だからほとんど私のクローゼット。白と黒の服しかなくて、なんか前にファンの方からサムネの服が全部白黒だから全部同じサムネみたいに見えるって言われて確かにと思って、色物も着ないとですね、たまには。これ屋根でかいな。手の温度で屋根が溶けちゃう、やばい、屋根が絶対手で溶けてる。おっ、いい、おしおしおし、ちょっと曲がってんだよな。あー、欠陥住宅だな。よし、煙突もくっつけよう。
いい。最後にコアラのマーチから好きなコアラをね取り出して住まわせようってことで、最初に出たコアラを住まわせよう、この家に。オープン。さあ何コアラが出てくるのか。でん。お、これはなんだ、ワインを持ったコアラ。でお、最後に家の前に座らせるっていう。できた。てってれー。交換音。煙突曲がってる。お菓子の家完成です。ということで出来上がったわけです。すごいね、お皿がつながるように設計されています。すごくないですか。で、家は完成ということで、さっき空いてる時間に余った素材で滑り台とか作れるよみたいな書いてあったんで、滑り台もちょっと最後に。すごい、お庭に滑り台が。こうか。めっちゃ慣れてる。2匹目のコアラ。え、めっちゃかわいい。なんて言うんだっけ、なんか中国かな韓国かな、なんとか衣装みたいな。チマチョゴリ、それだね。チマチョゴリっぽいコアラ出た。すごいじゃん、カップル誕生だよ。滑り台と家完成です。イエーイ。意外と大変、私がポンコツなだけかもしれないけど、お菓子の家を舐めてました。すごい夢叶った感ある、ちっちゃい頃の。いや、これ絶対子供たちは楽しいですね、これを作れたら。でも大人がいないと、まあ、ナイフとか使うんでちょっと危ないよみたいな感じで書いてあったのでね、大人と一緒にやるといいと思います。はい、ということで今回のコツコツミキチャンネル終わります。まあ今ステイホームと言われてるので、ぜひおうち時間に皆さんも作ってみてください。この動画がいいなと思った方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ではミキでした。バイバイ。もう落ちちゃう。バイバイ。No words enough to show it.